どうも白石秀則です。このチャンネルは43歳の田舎に住む音楽家そしてシンガーソングライターの白石秀則と猫3匹との生活や音楽制作、映像制作、そして自分の音楽の経験談を話してみたり弾き語りをしてみたりオリジナルを披露しているチャンネルになります。ですね、今日はですね、ただただ株のシートを取り替えるというよくわかんない動画でございます。もうね、シート自体は新しいシートを半年以上前ぐらいに買ってるんですけど、なんかね、ちょっともシートが、今のつけてるシートがちょっとこう破れたんですよ。絶対これってもういずれすごい大きくなっちゃうなって思ってて買ったんですけど、まんまとこう僕のこうレイジーさ加減が出まして、結局今めちゃくちゃ自分の株がですね、めちゃくちゃ破れてて、毎回雨を吸収してですね、乗るたびにお尻がびちゃびちゃになりますので、もうさすがに限界が来たということで、半年前以上に買った株の新しいシートを取り替えるぞの回でございます。今からいろいろ部品、工具がないので工具を買いに行きたいと思います。はい、これが僕の愛車の株でございます。はい、見てください。これ最初ね、ほんとね、ちょっとこれぐらいのね、穴が開いたからシート買ったんですが、マジ半年放置してたらこんなになりました。はい、かわいそうなのでシートの方交換したいと思います。これを外す工具がないので、これを外す工具を今から買いに行きたいと思います。レッツゴー。はい、ダイソーでスパナ買ってきました。こんだけサイズの種類があって500円、すごいですね、ダイソーも。はい、もう見てください。1月24日にもう届いてますね。どんだけ買ってから放置してたんだと、そして放置したがためにどんだけシートの穴が広がったんだというね、先に買っていたのにこのざまですよ。すごい安いやつ買いました。でも良くないですか？全然悪くないだよ、ね、いい感じ。多分3000円ぐらいだったと思います。はい、じゃあ取り付けていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。確かね、10ミリで良かったと思います。完成しましたよ、私の愛車。色の塩梅も考えて、ちょっとねクッションはあんまないけども、いい感じでございます。というわけで今日は半年前に買ったシートをもう限界が来たのでつけてみたの回でした。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。